ちょっとガメル、あんたメダル3枚も取られちゃったの？ごめんよ、メズル。しかもまたオーズに奪われたとは、厄介だな。やつが強くなってしまうからね。遅い。
この程度。準備は万端だ。おっと、スタッグホンに着信だ。これはちょっと待ってくれ。なんだアキコ、たくテルイと合流するなり早速かよ。ちょっと翔太郎くん、ガイアメモリなくしちゃったの？何？なんでお前それを。そうか、フィリップ、しっくりやがったな。報告するのが当然でしょ。それにリュウ君と合流したのも私聞いてない。それは、ああ、そりゃまあ確かにごもっとも。やれやれ、苦戦中のようだ。苦戦？電話の相手は敵なのですか？敵にも味方にもいろいろあるさ。わかった、すべて取り戻すまで帰らない。左、よく頑張ったな。わかってくれるか、テルイ。それにしてもここは随分広々としているな。ここには何がある？ここの研究施設には謎を解く鍵があるはずだ。確かにこの広さじゃ探すのも厄介だ。さっさと終わらせるぞ。所長官、もちろんいい。いい感じだね。遅い。振り切るのはまだこれから。
俺に任せろ。電電センサーに使ってみましょう。お前の罪を数えろ。社長、何が？最後だ。水分になって食べきれないのよ。今すぐ帰ってきて。おら。いい感じだね。おら。止められるもんなら止めてみな。に入る手段もある。倉庫の中に港湾セクター全体を管理する端末があるようです。そうか。よし、行ってみよう。よっ
この倉庫も厳重にロックされているな。まあ当然か。上の方からなら入れそうだな。登る方法を見つけるか。一瞬で蹴りをつけて。
これは確か左のガジェットだったな。これを左が使えば高いところからも潜入できるかもしれないな。Thank you.